あー、風呂入りたい。だな。 ガーディナにようこそ。 おめでとう。取れたてのお魚はいかがですか？
ジャケット脱いだらどうだ。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。しかし王子の異変もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外と離ればこうなんだろうな。まあんなノリの方が楽だわ。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。気分転換にはなるな。見っけ。おあれに近づくわけ。
起こすんじゃねえぞ。Thank you.
旅マン、ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。滑った。疲れてきた。軟弱者。光あれ。何のゲームの呪文だよそれ。へえ、綺麗な色してんな。そろそろ寝る場所決めない？だな。準備すっか。今日は野営だな。ノクト、夜のドライブは危険だ。一度町に戻らないか？だな。町に戻るか。よし、町に戻るぞ。夜だとすげえ綺麗だな。オルティシエだと、もっと美しいそうだ。へえ。Thank you.
ガーディナにようこそ。ここって本当にロマンチックだよね。野郎どもと一緒だがな。しかも4人も。残念だったな。気になんなら受けてこいよ。全然気。マッサージはいかがですか。何を作るか。いらっしゃいませ。かしこまりました。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。何癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。
さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。出発準備できたって？マジ早いな。船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。みんなで写ってるのっていいよね。いいじゃねえか。あ、おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ。俺はインソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。もう待てよ。知らされていなかった。
何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは。バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は。自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ。ああ。みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい。帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。
るぞ。帝国機動戦艦、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て、ボート周辺が封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けばボートが見える場所に出るだろう。帝国軍だ。このくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。停戦もなんもねえからな。さてどうぞ。行くぞ。
そっか。中身は人間じゃない。容赦なく攻撃してくるぞ。決まりだ。と、や。容赦はしない。どうだ。はっ。ラスト。ラスト。見えてる。ちょっと。ダメだ。協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナフレーナ様のご逝去が新たに確認され消すな。ごめんいらねえよ。
外だよ。そっちに戻れない。ああ、ってなんだよ。なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ、陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。ああ、将軍か。なんと、ハンマーヘッドに行くって。陛下は。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え、カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。オクティス様、かつてレネスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブライに来て変化した。カンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んだ。ルシスで起きた悲劇、継戦協定を結ばず多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように、お城とその近くがすごくやられちゃって。大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。すまなかった、陛下を守ることができず。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。ルーナは無事なのか。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。これ以上お前が命を落とすと。分かってます。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。行ってくれ。